ブロードウェイクラブの宮城雄二です。ブロードウェイにはショーを見に行く楽しみ以外にもさまざまなファンサービスが用意されています。2003年10月30日にオープンしたブロードウェイオリジナルミュージカルウィケッドのオープン1周年を祝うファンサービスのイベントです。イベントの呼び物はのど自慢コンテスト。ニューヨーク近郊各地で行われた地区予選を勝ち抜いてきたコンテスタント12人が最終選考の舞台でそれぞれののどを競います。審査員にはウィケッドのキャスティングディレクターバーニー・テルセイをはじめ、作詞作曲を手掛けたスティーブ・シュワルツ、演出のジョー・マンテロなど、普段はなかなか目にかかれないブロードウェイで活躍するミュージカルクリエイターたちが顔を揃えていますから、プロ顔負けのパフォーマンスを披露するコンテスタントもいます。ブロードウェイのイベントにはこのように個別のミュージカルそれぞれが提供するファンサービスのほか、ブロードウェイビジネス関係者が総掛かりで取り組むファンサービスも用意されています。その代表的なものには、夏の夕べブロードウェイミュージカルナンバーの名曲を聴かせてくれるブロードウェイアンダーザスターズ、2002年から毎年6月半ばにタイムスクエアからワンブロック南東に位置するブライアントパークで開催されているフリーコンサートです。そして秋には人気ミュージカルや新作ミュージカルを一挙にプレビューできるブロードウェイ・オン・ブロードウェイ。1992年からブロードウェイの中心地タイムスクエアで9月半ばに開催される最も大きなブロードウェイイベントです。ブロードウェイのファンサービスには子どもだけを対象にしたものもあります。例えば1月から2月のキッズナイトオンブロードウェイでは大人1人につき6歳から18歳までの子ども1人が無料になります。